段は、僕たちもチームが6人とかで太鼓ごとに、メンバーを分けて、まあ音の違いは太鼓の違いで出すというような演奏の仕方をしてます。で今日は一人で言ってみればバンドのドラムのようにいろんな太鼓並べてみてるんですけど、今はメロディーがあっての伴奏をさせていただきましたが、この後は普段、僕たちが、太鼓チームでオリジナル曲でやってます、波鼓という曲をちょっとアレンジして短くしてみたものを、ソロで演奏させていただきます。ソロの後そのまま、工場の月という曲も続けて演奏いたしますので、よろしくお願いいたします。